機内市産婦人科ゆいクリニック島袋文です。今日は妊娠を考えている人に検査をどんなことをしたらいいのかということをお伝えしたいと思います。妊娠したいなという人 の程度にもいろいろよるんですけれど、一般的なことをちょっとお伝えしたいときしていきたいと思います。まずですね、ゆいクリニックでは体外受精のような高度生殖医療は行ってないんですね。また一般的な不妊治療っていうのでも積極的にもう妊娠したいっていう人はゆいクリニックじゃなくて不妊治療専門にやってるクリニックがあるからそちらに行ってくださいねっていうふうにご紹介させていただいています。でゆいクリニックでは妊娠のために必要な一般的な検査とか、簡単にタイミングを取ったり、どうしても必要な人は排卵誘発のお薬を使ってたりと、そういった簡単な治療を行っています。で、排卵誘発のお薬を使う場合でもその前にやらないといけない検査とかがあるので、そういったことをご案内しているというところです。で、一番大事なのはですね、ゆいクリニックでは自然で体を整えて食事とか運動とか睡眠とかですね、体を冷やさないとかそういったことをですねアドバイスさせてもらって、妊娠できる体作りっていうのをアドバイスさせてもらってるっていうところです。で、基本的な検査とですね必要な検査どんなものがあるのかということに関してなんですけど、妊娠のためにはですね大事なのがこの5つの要素なんですね。排卵ちゃんとしているのか、でその卵を通すために子宮の入り口経管粘液がいい状態なのかどうか、それからですね、卵はですね、子宮の方から、子宮じゃない、卵巣から出てきた卵がですね、卵管っていうところを通って子宮の中に来るわけです。その卵管がちゃんと通ってるかどうか、それから、精子と卵管の中で出会った卵が受精して子宮の内膜にくっつくことを着床って言うんですけど、肺、受精卵のことを入っていますね。肺の着床が起こできるような子宮内膜の状態、いい状態かどうか。で、それから精子がちゃんと受精できるだけの数と運動を動きがね、いいかどうか、こういったことを検査する。で、これのどれかが異常があれば、なかなか妊娠が難しいですねっていうことになるので、その検査をすることができるってことです。で、まず排卵についてなんですけど、排卵っていうのは、卵巣の中の卵の元っていうのはですね、すごいちっちゃい状態で卵巣にもう生まれる前から準備されてるんですね。で、この卵胞がですね、ホルモンの刺激でですね、月に1個、普通常1個ですね、これが育っていく。その時に卵胞って言って、水の入った袋の中で 0.1 ミリから 0.2 ミリぐらいの卵が育っていくわけです。で、この卵の袋がですね、だいたい2センチ前後になると、この袋が破れて、卵子が飛び出してくるわけです。で、その飛び出した卵子を、卵管でキャッチするということになりますね。で、超音波検査っていうのを基本的にはやるんですけど、超音波で卵がちゃんと育ってるかどうかっていうのを卵胞を見て判断することができるんですね。で、この排卵する卵の袋、卵胞はですね、2日でだいたい3ミリぐらい大きくなるかなっていうふうに言われていて、で、その卵の大きさから、じゃあ何日後ぐらいに排卵するんじゃないかっていうのが予測できて、で、それで排卵した、するだろうあたりから、その後から体温が上がってくると。ということで、排卵したんじゃないかなっていう推測ができるということになります。あとはですね、超音波検査では、排卵が あるかどうか、卵が育っているかどうかっていうのは排卵期しかわからないんですけど、一般的にですね、子宮や卵巣に何か病気がないか、形の異常がないかっていうのを検査することができます。またですね、例えば子宮筋腫とか子宮腺筋症っていう風な診断がついたとしても、それが直ちに不妊とつながるかって言ったら、そういうことはなくて、大きな筋腫があっても妊娠される方はたくさんいらっしゃるので、そういうことではないし、筋腫が見つかったからすぐ治療が何か必要ってわけでもないんですけど、ただ将来的にも何か問題がないかどうかとか、今の何か異常があった場合にそれが子宮卵巣の形と結びついてないかっていうのをチェックする大事な検査になります。あと基礎体温っていうのはですね、排卵した後に卵巣から黄体ホルモンって言って体温を上げる効果があるホルモンが出てくるんですけど、このわずかにホルモンによって体温が上がることでですね、排卵が起こっているかどうかを推測することができるんですね。で、毎日朝体温を口の中に体温計を口の中に挟んで測らないといけないではあるんですが、そのちょっとの手間でですね、分かることが非常にたくさんあるので非常におすすめの検査になります。で、またですね、お金もそんなにかからないというところでですね、
とてもおすすめですね。で、体温を毎日チェックしてそれを表にするっていうのを昔はですね手でもう書いてもらってたんですけど、今はですね携帯のアプリに、もう携帯のアプリにこの基礎体温計からボタン一つで体温のデータが飛ばせて、でアプリの中で勝手にグラフを作ってくれて体温の上昇変化とかっていうのをグラフで見ることができるので非常に便利になってますから、まあ、ぜひ基礎体温は基本中の基本でやる検査としておすすめになります。またですね、じゃあ基礎体温計で二層性になってるからきちんと排卵していますかっていうと、それがですね稀にですね2センチ程度に膨らんできた卵の袋が破れずに中の卵子が残ったまま体温が上がっていって黄体ホルモンが出てくるってこともあるんですね。まあ、その頻度は低いんですけど、頻繁に卵が出てこなければそれもやっぱり妊娠しづらいってことになりますし、あとはですね卵の袋が育っていても中に卵がですね入っていない卵の袋が育っていく、卵胞が育っていくってこともあるということで、まあ、そういうことが頻繁にあるかどうかで、これに関しては基礎体温だけではわからないので、まあ、超音波も組み合わせるってことになるんですけど、頻回に病院受診っていうのはやっぱり負担があるので、基本的にはもう普通に基礎体温を見ながらタイミングを取るということになっていきます。であとはですねアンチミラリアンホルモン、抗ミラーカンホルモンとも言われてるんですけど、このホルモンをね調べることで卵の数がどれぐらい卵巣の中に残っているのかっていうのを推測することができるっていうのは、将来的に今後どれだけね卵を作る力があるかどうかっていう卵巣の予備能力ですね、それを見ることができる検査になります。ただですねこれは数を見るわけであって、卵の質がいいのかとか順調に育つかっていうのはこのホルモンの検査だけではわからないということにはなるんですが、まあ、将来的にどれだけ妊娠できる能力があるのかなっていうのを調べたいという場合には、まあ、非常に有用な検査になるんじゃないかなと思います。まあ、体外受精をするとかっていう人じゃなければもう自費でしか検査できないんですけれど、まあ、それでも推測するには大事な検査になるのかなと思います。また卵の質はですね、卵が年を取っていくってことで年齢に比例するってことなんですけど、見た目の若さと、それからその体の中の老化、どれだけ年を取っていくかどうか、卵も含めてですねっていうのは相関する、関連するんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。っていうことはより抗酸化力を上げて若々しくいるっていうことが妊娠力を上げるということにもなるっていうことで、この辺はまたね別に詳しく説明してるので後で紹介する動画とかもチェックしてもらえたらいいかなと思います。あと子宮体管粘液を調べる検査としてヒューナーテストっていう検査があります。これはですねセックスをした後にですね子宮の体管粘液を調べて、そこに精子がたくさんいてですね元気に動いてるのかどうかっていうのを見る検査です。でこの検査によってですねきちんと精子がたくさん動いてて数もいっぱいあれば、まあ、精子の状態も問題ないし子宮の入り口もちゃんと精子を通す状態で であるということが分かるわけですね。これも排卵近くでないと意味がないっていうところなので、まあ、いつでもできる検査っていうわけではないんですけど、まあ、排卵日が近づいた時に、まあ、セックスしてもらってその後で病院で検査を受けるということになります。で、まあ、1回の検査でもしうまくちゃんと精子が見つけられなかったとしてもですね、まあ、何回か検査をするっていうことも行ったりすることで良い結果が得られる場合もあるんですが、2回ぐらいでも検査してそれでもやっぱり精子がちゃんといないねっていう場合には精液検査もぜひやった方がいい。まあ逆にですね先に精液検査をお勧めするってことも結構多いではあるんですけど、精液検査で異常なかったとしても子宮頸管粘液は調べた方がいいんじゃないかなっていうのをお勧めしてます。あとはですね卵、受精した卵がですね子宮の入り口へ移動するのには卵管って言って子宮からつながった卵巣の近くの組織、こちらが大事なんですね。でこの卵はですねまず受精排卵したら、ごめんなさい、排卵したら卵管の先がですね卵をキャッチして、でそれを子宮の中に移動させていくんですけど、その途中で膣の方から上がってきた精子と出会って受精してこう分割しながら子宮の中に来て、そこで着床くっついて育っていくっていうことになるわけです。この時にですね卵管が狭かったり、もしくは
閉鎖してしまっている場合には卵が子宮に来れないということになってしまうので、卵管がきちんとですね、卵を通す力があるかどうかを見る検査として子宮卵管造影検査っていうのがあります。でこれは子宮の入り口からですね、管を入れてですね、造影剤を子宮の中に送り込みながらレントゲン撮影することで、造影剤がね、子宮の中から卵管を通ってお腹の中にビューっと流れ出てくれば、卵管は通ってるということになるんですね。でこれがですね、検査でもあるし治療でもあるんです。で実はですね、なかなか卵管が通りが悪かったりする場合に、この造影剤を通すことで卵管の状態が良くなって卵を通しやすくなって妊娠しやすくなるっていうことが言われていて、で、まあ、検査後半年ぐらいがその非常にいい状態ということなんです。なので将来的に妊娠したいけれど卵管が通ってるかどうかを調べたいっていうのに、この卵管造影検査っていうのは適さないっていうことになりますね。なので妊娠なかなかしてしたいけどできないっていうような状態の人には、または排卵を起こすためのお薬を使うっていう人には必ず行うという検査にはなるんですが、誰もに行うような検査ではなく、またちょっと痛みがあったりとか、バイ菌がお腹の中に送り込まれるリスクもあったりはするっていうところでは、まあどうしても妊娠したいという人、これからも積極的に妊娠のためにタイミングを取ったり排卵を起こしたりするっていう場合にはぜひやらないといけない検査ということになります。あとですね、受精した卵が子宮にくっつく着床ですね、これがスムーズに行われるためには受精卵がいい状態であるってことも大事です。あともう一つ大事なのが子宮の内膜の状態、子宮内の状態がですね、卵をちゃんと育てられるけど内膜がふかふかにしっかり育ってるかどうかっていうのも大事なんですね。でこれが排卵後に出てくる黄体ホルモンっていうホルモンが足りなかったり、もしくは子宮の中のですね、内膜が薄かったりとか、子宮の中に卵をくっつくための状態として邪魔されるポリープや子宮筋腫があると、やっぱり卵がしっかりくっつかずに育ちにくいということになってしまいます。で超音波検査では排卵後にですね、子宮内膜がしっかり分厚くなっていて受精卵がちゃんとくっつけるか状態かどうかっていうのをチェックすることができるんですけど、子宮内膜が排卵後でも7ミリより薄いとですね、なかなか卵が育ちにくいっていうことが言われてるんです。でこれじゃあ子宮内膜を分厚くするには黄体ホルモンを補充してあげるっていうお薬の治療もあるんですが、やっぱり体作りいい状態を作るためにも栄養をしっかりとっていくってことも大切になります。であとは精液検査ですね、これ先ほど子宮頸管粘液の中の精子を調べるってお伝えしたんですけど、まあ、基本中の基本でまず精液検査もやってもいいんじゃないかなと。ただなかなか精液検査男性が積極的じゃなくてっていう場合にはヒューナーテスト、子宮頸管粘液の中の精子を調べるっていうこともできたりします。であとはタイミング方法は実際にこういう検査をして特に異常がなかった場合には排卵期に成功を持って妊娠を進めていくということになるんですけれど、まあ、その時に超音波検査や基礎体温から排卵時期を推定してですね、でそれでその排卵の少し前にタイミングをとってセックスをしてですね、妊娠をトライしていくということになります。でこの辺はこちらの方に文字でも説明しているのでまた読んでてください。であとはですね、他に大切な検査として血液検査、もしかして糖尿病があったりとかですね、それからあと他にもいろいろ消化能力が悪かったりとか栄養状態が悪かったりするとなかなか妊娠しづらいと、もしくは妊娠しても赤ちゃんの発育に問題が起こったりするんじゃないかっていうことがあったりするので、保険の診療もあるし、それから自費の検査もあるしっていうことで、いろいろな血液検査っていうのも体の状態を知るってことが大事かなと思います。あと女性ホルモンや甲状腺ホルモン、これもですね、妊娠のためにとても大切な検査になるので、こちらの方もおすすめになります。で、妊娠のためにはですね、もうとにかく栄養状態が大事でですね、妊娠しやすくて、妊娠した後に元気な赤ちゃんを育てるためにも、腸内環境を良くして、食事をしっかりいいものをとって悪いものを食べないということが大事なんですね。で、そういった栄養状態はですね、不妊かなと、妊娠したいなっていう人が調べたい検査としてですね、
いろいろ自費の検査も含めてお勧めしてますけど、栄養療法外来っていうのもあって、でこちらでですね、血液検査だけじゃなくてトータルに栄養状態を調べるっていうことも可能なので、ご希望の方はまあこちらの栄養療法外来で相談するっていうことも可能ではあります。でこちらにいろんな検査を挙げてます。妊娠のためにやった方がいいんじゃないかなっていう検査ですね、まあ、一般的性化学検査は血液検査、糖尿病とかも含めたですね、いろんな血液状態を見る検査ですね、あとは女性ホルモンの検査、あとはリンキンとクラミジアといって性感染症にかかってないかどうか、これも非常に大事な検査になります。あとは風疹やはしか、水疱瘡など抗体を持っているかどうか、これは妊娠した後にこういう病気にかかったかどうかっていうのが大事になってくることがあるので、妊娠前に検査をしてですね、必要であればワクチン接種をするっていうことを検討するっていうことも大事じゃないかなと思います。あと亜鉛はですね、妊娠のためにも妊娠した後にもとても大事なミネラルなので、これもぜひ調べておいた方がいい検査になりますね。で、それから甲状腺ホルモンはこちらの方で一緒にやった方がいいよということで、ホルモン検査としてですね、妊娠中にですね、甲状腺ホルモンが異常であった場合には赤ちゃんの発育発達にも大きな異常が起こったり、また甲状腺機能異常があると妊娠しづらいということもあったりするので、これも大切な検査になります。で、またですね、骨密度、これもですね、妊娠のために大事な検査になりますので、ぜひやった方がいいかなということでお勧めしてます。あと AGE っていうのはですね、体がですね糖化しているかどうかっていう検査になるんですけど、こちらの検査ですね、どういったものなのかっていうのはこちらの動画の方で説明してますので、ぜひご覧になってください。あとはですね、妊娠のためにも妊娠した後にも非常に大切なのがビタミン D になります。このビタミン D に関しても話せば長いので、こちらの方で動画とコラムで説明してますので、ぜひこちらの方もチェックするようにしてください。ビタミン D は自費にはなるんですけど、非常に妊娠したい人にも、あと妊娠した後にも大切な栄養になるんですね。で、これが不足しているとですね、妊娠しづらかったり、もしくは妊娠しても赤ちゃんにも異常、いやお母さんにも異常、いろんな異常が起こってくるってことがあるので、ぜひこれも検査しておいて、足りない人がほとんどなので補充していくっていうのが大事じゃないかなと思います。詳しいことはこちらの方に説明あげてますので、ぜひご覧になってください。で、抗ミラーカンホルモンは先ほど説明したんですけど、あとピロリ菌ですね、消化能力が悪いとピロリ菌の抗体、ピロリ菌抗体を持っててピロリに感染していると消化能力が非常に悪いと、栄養状態も悪くなるってことがあるので、まあ、こちらも検査してもいいんじゃないかなということでお勧めしています。あとはですね、オリゴスキャンっていうのがあるんですけど、これはですね、手のひらで、体の中のミネラルバランスを見るんですね。ミネラルのバランス、先ほど亜鉛って大事だよって言ったように、体に悪い金属が溜まっていたり、必要な栄養のミネラルが足りなかったりすると妊娠力が非常に落ちてしまう、または妊娠した後も赤ちゃんを育てる力が落ちてしまうということになるので、ぜひですね、オリゴスキャンっていうのも検査するっていうのもおすすめです。で、詳しいことはオリゴスキャン、こちらのコラムと動画で説明しているので、ぜひこちらも見てください。あとはですね、子宮がん検診っていうのは一般的に勧められているんですけど、なかなかね、検診で受けてないっていう人がいて、でそういう場合にですね、この機会に内診しますから、ぜひ検査しましょうということで検査をお勧めしていたりします。で、出血があったりちょっとビランがある場合には保険診療で検査できたりしますし、それから20代は1年に1回、30代も1年から2年に1回はぜひ検査した方がいいですよというふうにお勧めしてますので、ぜひこちらの方をですね、検査受けるのをお勧めします。あと30代以降はですね、このヒトパピローマウイルス、こちらを検査することで将来的に子宮頸がんになるリスクがあるかどうかっていうのが非常によくわかるので、こちらも併用するっていうのもお勧めしてます。で、子宮卵管造影検査は先ほど説明してましたが、ユイクリニックでは行えないので、希望の方には不妊治療を行って検査を行える病院へ紹介するってことを行っています。で、妊娠のためにですね、いろんな説明、検査やアドバイスに関してこちらの方のコラムの中に動画貼っ付けてあるんですけど、この動画の方で詳しく説明してます。あとはですね、妊娠したい人はですね、養生ですね、体を整えていく、栄養、睡眠、それから運動、体の冷えを
起こらないようにする、こういったことが非常に大事ですよっていうのがコラムの方で説明してますので、ぜひこちらの方もご覧になってください。でこれらの検査をですね、すべて行って、じゃあ異常がなかったら妊娠できるんですかっていうところなんですけど、すべて異常がなくても妊娠できるかどうかっていうのはわからないんですね。で今原因不明不妊と言われる不妊症がとても増えている。この原因不明不妊の中には漢方の考え方でいうお血ですね、血の巡りの悪さ、こういったのも関係してくるんじゃないかなというところなんですね。で抗酸化力を上げていかないと生まれつきの赤ちゃんの異常も増えるんじゃないか、そういった意見もあったりするっていうところで、妊娠前にですね体を整えるというのはとてもとても大切になるわけです。ということで妊娠のためにですね養生が大事ですよということで、体の整えていくことに関してアドバイス、こちらで詳しく説明してますので、ぜひこちらも見てください。で抗酸化力を上げるためにも電子レンジでチンしたものを食べなかったり、それから加工肉を避けたりとかですね、食品添加物を避ける、あと揚げ物を避ける、これはですね AGE を避けるってことでね、こちらでカラメルおこげ、茶色いものっていうのが美味しいけど、これは避けた方がいいよってことで、こちらでも詳しく説明してますので、ぜひご覧になってください。以上ですね、妊娠のためにですね、どんな検査があるのか、そして妊娠のためにどういうことをしていった方がいいのかっていうことのコラムや動画も紹介しながら、検査について説明させていただきました。ありがとうございました。